歌川国吉、観世音霊言一つ家の旧字、五ヶ月朝字ヶ原の鬼婆婆は、東京都台東区花川戸に伝わる伝説。一つ家の鬼婆,婆一つやあるいは、土地の名前だけを取り朝字ヶ原とも称される。戦争時の観音菩薩にまつわる伝説として、江戸時代以後には、書籍や演芸、芝居なども取り上げられ、広く知られていった。 一軒家に住む老女が宿泊する旅人を殺めて、金品を奪っていたなどとする話は各地に見られ、これもそのうちの一例と見ることができる。陽明天皇の時代、武蔵国花川戸の周辺に、浅地ヶ原と呼ばれる原野があり道の区国や、下佐国を結ぶ唯一の小道があったが、宿泊できるような場所が全くない荒れ地で、旅人たちは唯一の人家であるあばら屋に宿を借りていた。 この家には、老婆と若く美しい娘が二人で住んでいたが、実は、老婆は旅人を止めると見せかけ、寝床を襲って、石枕で頭を叩き割って殺害し、泣き殻は、近くの池に投げ捨て、奪った金品で生計を立てるという非道な、鬼婆,婆だった。娘はその行いを勇めていたが、聞き入れられることはなかった。老婆が殺した旅人が九十九人に達した。ある日、 一人旅のチゴが宿を借りた。老婆は躊躇することなく、寝床についたチゴの頭を石で叩き割った。しかし寝床の中の泣きをよく見ると、それは自分の娘だった。娘はチゴに変装して身代わりとなり、自分の、老婆が自分の行いを悔いていたところ、家を訪れていたチゴが現れた。実は、チゴは戦争時の観音菩薩の化身であり、 老婆に人道を説くために、茅子の姿で家を訪れたのだった。その後、観音菩薩の力で竜と化した老婆が、娘の亡き柄と共に、池へ消えたとも、観音菩薩が、娘の亡きを抱いて消えた後、老婆が池に身を投げたとも、老婆は仏門に入って、死者たちを弔ったとも言われている。東京都台東区、花川戸公園、乳母池の跡地、 道公園にある馬ヶ池の石碑。右側には伝説内容を記した看板がある。鬼婆場が身を投げたとされる池は馬ヶ池と呼ばれてあり、現在も花川土公園に残っている。池の大きさは古くは隅田川に通じるほどの水をたたいた大きなものであったが明治時代に宅地造成などのために大部分が埋め立てられており、かつての姿とはかけ離れたものとなっている。 白河ワインの作であるという和歌に、この伝説を読み込んだ、武蔵には、霞が関に一つ家の石の枕の野寺アルテフがある。この歌は、関八州古戦六では、武蔵には、霞の関や一つ家の石の枕やの森アルテフと、記される。江戸時代後期には、江戸で広く知られたものになっており、浮世絵や芝居の題材としても数多く、取り上げられている。戦争時には、 安政二年の会長の檻に奉納された浮世絵師、歌川国吉による大きな額の絵馬が保存されており、この伝説の一場面が描かれている。国吉には、基礎街道69字のうちや、本町24校や、完全音霊源一つ家の9字など、この伝説を描いた作品は他にも多い。その構図は、生人形の工業としても、再利用されてもいる。歌川広重、 当と旧石人の朝地ヶ原一つ家石の枕の由来では天井から吊り下げられた大きな石が画面には描かれている。月岡義都氏は一先駆け随筆や月百姿などの作品にこの伝説を描いている。歌舞伎十八番に対抗して五世六世、小野菊五郎が選定した歌舞伎演目、バイ十種あるいは新古演劇十種のうちには一つ屋として この伝説を題材とした儀曲が組み込まれている。この一つ屋の芝居では、鬼婆,婆は茨城、娘は浅地、地後、実は、観音菩薩の化身は花若という役名で登場する。ありがとうございます。